お、今日はですね、ちょっと違うパターンで帰りながらトークしていきたいと思います。現在土曜日の、19時50分ぐらいなんですかね。ちょっといつもよりは早いんですよけども、というのはですね、今日はくまちゃんがレッスンのアルバイト来てくれたんですけども、まあ、先にね、くまちゃんの送迎をしないといけないということで、このまま今日は帰っていきたいと思います。ですから明日の朝に、まあ、掃除それから床拭きをするというパターンになりますね。今日は朝の8時半からジュニアの強化練がありまして、で9時15分本当にギリギリまで練習をしまして、あとはね、まあジュニアたちは義務自主練ですね。まあ、走ったりマシンやったり自分たちで、ポイントやったりするというような感じになってます。でそれが11時までやりまして、11時からはまた合流しまして強化練したんですけども、まあ、今日のテーマは、まあ、いつも言ってることなんですけどね、なんかこう練習がポイントにつながってないというか、球出しがポイント練習につながってなかったりするんで、多分試合にもつながらない。ですから勝つために練習やってると、練習すれば勝てる、それがつながってないので、まあ、思うような戦績が出ないんじゃないかみたいな、そんなテーマでやってます。まあ、あとはねテクニック的な部分なんで、それはまあ課題がありますからコツコツやるしかないんですけども、やっぱこう意味を見出しながらいかに練習できるかいうところが大事なんで、まあ、それを今ねずっとやってるわけです。というような練習を12時までやって、でその後、まあ、ちょっとお昼買い出し行ったり、まあ、ちょっとこう資料を見たりしながら14時40分からのレッスンに備えて、で今3本レッスンが終わって、くまちゃんを送迎して今日1日が終わるということなんですね。で外からじゃん、バックから見る外なんですけども、もう桜がですね満開になってまして、いい感じですね。で花見している人たちが結構いましたね。まあ、気になるのはちゃんとゴミ持って帰っていてくれよということだけなんですけども、まあ、帰り際また夜ね、なんか若い人たちが花見多分やってたんで、そういう人たちに限って結構ゴミそのままにして帰るという人が多いので、なんかねこうゴミだけはちょっと持って帰ってもらいたいなみたいな感じです。で明日はまたハードワーカーズカップとかね、いろいろあるんで、ちょっと1日かけてまあ、オンコートをしまくらないといけないんですけども、今日はまあしっかりまたご飯食べて、で早く寝て、明日もね6時起きなんで6時に起きてまた一日頑張らないといけないんですけども、まあ、最近またね不眠症ではないんですけどね、朝パッと起きたらもう寝れないんですよね。だから今日昼間ねちょっと眠くて20分だけちょっと横になって、寝ました。そしたらなんか、まあ、さっぱりしたというか、昼寝結構大事ですよねっていう感じでしたね。まあそんなこんなで新しいパターンで、まあ、帰りながらトークなんですけども、
喋りながら運転するのなかなか難しいですね。いつもこうやって車に乗りながら運転しながらなんか考え事したり、痩せたって言われるんですけど、なんか自分ではそんな感じは全くなくて、体重も多分最近乗ってないんで変わってないと思うんですよね。食いまくってるんで、食いまくってるって言っても間食は全然してないんで、朝昼晩というね、そういう3食だけはきっちり食べてるということなんですけども、痩せてはないと思うんで、多分何なんですかね、一体。まあでも一日かけてテニスもやってますし、まあその日によってランニングする距離は変えてますけども、走ってるし、まああとは本当に夜寝る前にね、ちょっとこう炭水化物取りまくったら、ちょっとこうどん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 取っていく系なんですけども、何気に炭水化物の取りすぎがダメで、しっかり取らないと睡眠がうまくできないという説もあるので、まあどれが正しいかは自分が選んで決めていくんですけども、まあ夜であんま食いすぎはあんま良くないと思いますね。不登校関係について Facebook でグループがあるんで、まあ、そこに実はこんなことを考えてるというのは、不登校のほとんどの理由がストレスじゃないかという話をですね、振ってみて、いろんな意見を今もらいながら頭の中を整理して、またフローラフィットネスの糧にしていきたいなと思ってるんですけども、まあ、いろんな意見来てますよね。今何件ぐらい、 10件も行ってないかな、8件ぐらい意見もらってるんですけども、なんかこう起立性症候群じゃなくて障害みたいなのがあって朝起きれないとかね、まあいろいろあるんですけども、なんかまたこれも配信で見たんですけど、メンタル不調ってあるんですよね。やっぱメンタルによって体調が不調になると、その種類も結構あって、頭痛もあるし胃が痛いとか、まあ、いわゆる腹痛ですよね。あと難聴とか、まあ、風邪発熱、じんましん、まあ、いろんな症状がある中でストレスから来るものが結構多いみたいですね。で、心療内科の先生が喋ってたんですけども、頭痛で来る半分以上が、まあ、高ストレスというか、ストレスを感じて頭痛がして、まあ、それによってなんかこう病院に来る人が結構多いという話を聞いたりとか、やっぱりなんか体調の悪さというのはストレスから来てることが結構あるんじゃないかなっていうことを、まあ、その心療内科の先生が話してましたね。7割ぐらいはストレスや言われてますからね。だからストレスをどうやって、まあ、和らげるかですよね。だからこれについて今ちょっとなんかいろいろ調べてる最中なんで、まあなかなかねちょっと抽象的な話が多くて、もうちょっとねこう精度を上げていかないといけないという感じですよね。ということで、もうそろそろね10分
喋ってますんで、ちょっと運転に集中しないと危ないんで、ちょっと今日はこれで、で明日はまたね日曜日、頑張っていきたいと思います。それでは。